よいしょ。先輩、もう隠れるのも限界なのでは？先輩、お気持ちはわかりますが、パールさんが運んでいるあの荷物、ただならぬ異形にして異様ですが、あれはマスターへの贈り物なのでは？マスターさんが喜んでくれるといいのですけれど。ほら、マスターと言ってます。確かに目に見えるような圧力、いえ重力のようなものを感じますが、隠れてやり過ごそうとするのはそれはそれで後ほど問題が大きく。あ、見つけました、マスターさん。それにマシュさんも。今日は何の日かご存知ですか？1ヶ月早いです。今日はもっと男性にとって大切な日ですから。そう、なんとバレンタインデーなのです。そうですね。世俗に疎い私でもこれは良い行事だと分かります。そして今の私は女神の権能をほどほどに使えるトップサーバント。そこでここは一つ女神の力をフル活用してこんなものを作ってみました。この迫力、まさに人の手ならざる女神の見業。乙女たるもの、一度はこのようなチョコを夢見たことがあるのでは？私ですか？そうですね、確かにお腹が空いた時たくさんのチョコを夢見たことはあります。そのような事情から私のマナ牛マンディをチョコでまるっと再現したものです。かわいいですよね。美味しそうですよね。いえ、マンディの肖像権に関してはいろいろと問題が発生しましたが、それはこちらの話。まったく、マンディったら頭が固いんだから。私をモデルにするなんてとんでもない。致命的にせん、いえモラルがないかと。せめてもっと小型に、食べやすい大きさにしないと。と、やる気をそぐようなアドバイスばかり言って、後でお腹に超音波ですね。と、いけません。今はマスターさんの前でした。このナンディチョコはマスターさんに捧げます。どうぞお召し上がりください。味はカルデア1と自負していますので、どうか残らず。後で確認に行きますね。はい、それでは私はこの辺りで。ホワイトデー期待しちゃいますね。なんちゃって、ヒュー。パールさん、とてもご機嫌でしたね。でも先輩、これをすべて。マスター、どうか返却などはなさらぬよう。パールバティにとって今は我が世の春。あの笑顔を曇らせたくなければ、どうか残らず食べていただければ。もちろん
私も手伝います。それからニャガニャガ調子に乗ってパールバティを煽った彼女も手伝うと申し出てくれました。そんな一言も申し出て、ギャー石化マガンの重圧プレス。マスター、私ジャガーマン、マッシュ、その他関係者の方々、皆でこのチョコレートを徹底的に貪り尽くすのです。私も加わってるのですか？マスターの勇気、世界を救うと信じて。もう未完でいいんじゃないかにゃん。